はい、こんにちは。今回は、アルティメットじゃないね、ウルトラか。ウルトラ悟空使っていこうと思います。いや、いつか出そうだね、アルティメット。これは、無課金キャラクターで、ミッションか。ミッションからね、母体がゲットできるんですけど、貫突まで、いずれできるようになるのかな？ちょっとわかんないんだよね、その辺が。戦闘力147万、高い。めちゃくちゃ。で、打撃に気力回復速度ダウン 30% ついてるのが2枚。まあ、これ2回同時に打てればすごい厄介ですね、相手からしたら。で、必殺が、突進系の特大ダメ、能力低下解除。まあまあまあ、無難にって感じかな。で、特殊が突進系、突進系じゃない、これ遠距離かな。手札が3枚以下の時に発動したら、カードを2枚までドロー。強くね。で、ヒット時打撃、被ダメージ 20% アップ。で、追撃可能と。これは強いね。被せが上手い人は、めちゃくちゃ強い特殊かな。で、究極、特大ダメの発動時究極 30%、被ダメカットマイナス。さあ、そして、メインアビが、究極アーツを次にドローして、体力回復、気力回復、4ダメアップと。まあ、まあまあって感じかな、メインは。で、ウルトラアビリティっていうのが、ありますね。バトルメンバーのサイヤ1人につき4ダメ 15% ずつアップ。で、さらにサポートメンバーのサイヤ人1人につき自分の4ダメを 15% ずつアップ。ということですね。これはサイヤ全員で固めたら4ダメがめちゃくちゃやばそうですね。で、Z アビがサイヤとその一族の2捨て上げなんで、まあ、Z アビも最低限って感じかな。で、場に出た時4ダメ 30%。サイヤ人が編成されてると、コストダウンとか火ダメカットも 30% ありますね。で、もう一個が強大な敵キラー。打撃だけ。で、射撃カバチェン持ち、場に出た時、戦闘不能なバトルメンバーの人数に応じて、以下の効果を発動するって感じかな。気力回復とか4ダメとか。まあ、なんだろう。ウルトラか。ごめん。ウルトラアビリティがやばそう。ただ、普通のユニアビに関しては、まあ、そこまでぶっ壊れてはないんですけど、とりあえず、初めて使っていこうと思います。で、まあ、これはいいんですよ。これは置いといて、マジでこいつのクソなところがさ、俺フラグメント2個しかついてないじゃん。これね、レアメダル使わないとソウルブーストできないんですよね。マジでクソだ、これ。本当にクソ。今まで消しゴムがめっちゃね、高値で、売られてる時に買ってたりした人は、もうこれ完全にやらかしますね、これ。俺消しゴムとかね、高いの買ってたんで。いやー、フルブーストできなかったね。半分ぐらいしかできなかった。だから戦闘力ね、90万とかそんなんだった気がする。まあでもとりあえずね、かっこよさを見てもらいたいんで、使っていこうと思います。うん、かっこよさが大事。そこを今回は見てもらいたい。まあ相手もそんな強くなさそうですけど、もう今回はね、ウルトラ悟空のかっこよさに着目して戦っていきたい。お願いします。いや、マジでさ、ソウルブーストに関して本当に、どうにかしてほしいよね、これは。やばすぎる。レアメダル使わないとブーストできないのは、さすがにひどすぎる。これさ、悟空が怒るモーションっていつ出てくんの？ちょ、出してみる。あ、もう出てるんだ。もう出た時からなってんだ。あ。おー、射撃かっこいい。うわ、待って待って、やばい。モーションやば。あ、でも4ダメ意外と。気力の溜め方とかさ、めちゃくちゃかっこいいね。最速取りたい、ここ。でかい。うわ、待って、やばい。これかっこよすぎるかもしれない。ドカバキもせっかくなら見たいな。遠距離待機しねえや、マジで。はい。いや、めちゃくちゃかっこいいぞ。気力の打ち方とか、やっぱモーションも完全に新しくなってますね。いやー、やばい。これが無課金キャラっていうのだけでも、うわー、やばいな、この人。もうガンタンクだ、つったらもうポチポチだ。まあいいや、お前はね、もうウルトラ悟空のかっこよさを見せるためだけの、もう前座になってもらうよ。はい、中距離大器押す。いや、かっこいいな。気力の溜め方めちゃくちゃかっこよくね。クソかっこいいんだけど。かっこいい、マジで気力溜めてるの。まあ、跳ねるか。まあ、ライジングは、刀でずっと打てないですね。もう一生ウルトラ悟空で殴るわ、この人。くっそ。
はい。ライジングラッシュとかも打ってみたいね。ウルトラで打つか、青を落としたんで打てますね。通常、通常。あー、やられた。ご存知でないのかな。やばいな。打って、オッケー。やば。これ予約かっこいいとかある。あー、予約もちょっと見てみたいね。予約がかっこいい可能性ある。あ、予約は普通ね。これメインは究極か。じゃあ究極まず見るか。かっこいいな、特殊も。いや、めっちゃかっこいいな。はい、お願いします。とりあえずコンボ取りたいな。射撃打つか。でかだよね。そんな気したわ。くりこないか。はい、でかーい。かっこいいからウルトラ悟空で殴っちゃおう。カバチェン外しちゃおう。かっこいい。跳ねる、オッケー。行くか。はい。クソかっこいい。ちょ、ライジングこの試合でウルトラで打ちたいね。はい、でかーい。まあ、出てきそうだな、これ。まあ、しゃあないな、出てきたら。あ、出てくるよね。やばすぎ、それ。はい。ライジング地底はやばすぎて死んじゃった、死んじゃった。ああ、降参されちゃった。ああ、かっこよすぎ。お願いします。あ、やべえ、俺覚醒ランクもさ、バトル中に表示されるようになったから、俺が初心者狩りしてるのバレちゃうじゃん、これから。あ、これ打撃カバチェン持ちだっけ、射撃カバチェン持ちだっけ、どっちだっけ。やばいやばい、怖い怖い怖い、めちゃくちゃやばい。うわ、そうか、そういうのができなくなったんだ、今後。覚醒ランク寸止めの初心者を殺してるのが、バレちゃうじゃん、今後。身勝手出てきていいよ。なあ。はい。タックル来そうだな。お、来ないか。それは甘いよー。それは甘いよー。かっこいいやつで殴ります。いや、これ究極直当てできればめっちゃ強いんだけどな。おい、あー、最速取られちゃった。まあ変えましょうか。ライジング打ちて1回ぐらい、ウルトラで。ドカバキもさ、できたら見たいんだよね。あぶねー、よいしょ。かぶしたいね、オッケー。はい。まあ、とりあえず跳ねるか。はい、でかーい。かっこいい。ライジング行きましょう。はい。あ、射撃の打ち方すごいね。片手で打つっていうね。おいー。あ、これさ、単発機弾も片手で打つのかな。あ、やばい。今日、単発機弾のチェック。俺がやりたかったの。バーン。出します。まあ、刀が待機回ってないのはバレてないはず。ライジングは打てない。そっちかい。そっちかい、撃つの。射撃。おわ。いやー、無理だ。ライジングね。まあ、まあいいや。ちょ、ウルトラ捨てるべきだけど、残すわ。使いてえから。大したもんだよ。
はい、こいつメイン切らしてるんでタックル行きましょう。かかってきな。あ、ごめん、危ね。はい、さあどうします、どないします、単発止め即圧、オッケー。さあここから猛攻始まるよ。あー、そっか、圧引くのか、これ強えな、めちゃくちゃ。え、持ってけんじゃん普通に。なんでこんな火力出てんのこの人。あ、倒したんだけど。こんなフルブーストもしてないのに。まあ、相手も覚醒7ビルスじゃないとはいえね。すごくね、普通に。フルブーストできてないキャラクターですからね。うわ、なんか強そうなの来ちゃった。雑魚狩りしてたら。雑魚狩りしてたら強そうなの来ちゃった。どうしよう。上3でいいや。よし、頑張りましょう。ちょっとこれは真面目に戦います。ウルトラを活躍させるとかそういうの抜きで。あー、でもドカバキが見てんだよな。まあ、意図的にドカバキにするの無理だからな。お願いします。でも今のところ普通にね、なんかソウルブースト知ってないキャラクターとは思えないぐらい火力は出てるんだよね。はい、お願いします。射撃見て、射撃 OK。 あー、まあこれは見られてるから。おお、出してこないんだ。外すか。はい、バレバレですと。まあ生えてくるよね。まあとりあえず弾集めと。必殺ギタラでかい。ああ、射撃か。まあまあまあ。はは、ああ、出た、危ねえ。あ、通常もなんかすごいモーションだね。タックル来い、タックル来い。はい、見えてる。残念。これ弾引くの強すぎな。出てきたんだけど、なんか変なの。いいのそれ。めっちゃ変えてくるんだけど。いいのそれ。行ってこーい。あー、これ射撃の後究極で落ちたかもしれないな。まあ、いっか。いや、特殊めちゃくちゃ強いぞ、このウルトラ悟空。ウルトラマン悟空。交代ムーブ刺さりそうだよねー。だよねー。もう一発撃ちたい。オッケー。ここまで撃てば結局行っていいでしょう。捨ててくんだ。マジ？はい、気絶まで引いちゃった。あー、いいよいいよ。はい。なんだそれは。わー、天才だ。まあ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 。さあ、こっからウルトラ悟空でどうやっていたぶってあげようかな。打撃キャン釣れそうだな、なんか。あー、ごめんなさい、最速取られましたわ。ライジング打ってこい。うわー、痛いそれ。気力ないね。待って、間違えた。いや、耐える。耐えますよ。さすがに。火力出ないですからね、緑黒。一体だけ残されたら。よーし、どうやって料理してやるかな。ライジングも打たした。もう相手は何もできない。ほんと身ぐるみ剥がされました。マユラ行きましょう。あー、はい。ということで、ウルトラ悟空くん、まあフルブーストしてないんですけど、うん、結構強くね。無突でこれって貫突したらやばいと思うんだけど、終わります。